次のグループの皆さん方は今日は東京から駆けつけてくださいました。 3.11 のあの時も、そしてこのコロナ禍で歌えない、集まることができない、そんな時間も共に一緒に歩んでいただいた大好きなグループの皆さんです。今日は結成先生があいにくいらっしゃれないということでございますけれども、本当にですね、すんごいソウルフルなナンバーをこのフィナーレステージで奏でていただきましょう。それでは大きな拍手でお迎えください。寒さに負けず元気になってもらいたい、そんな願いを込めて歌っていただきましょう。ザ・ソウルマティック。Give us faith so we'll live.
Masquerading so long for this. I wonder if it's sure. And I'm the girl that I can breathe. It never felt so good. I could see the feeling coming over me. I'm on the side. Yeah, it's over. Yeah, you know you can't deny. Well, it's over. いただいたりレコーディングをさせていただいたり、あとは指導とかもね、かいくんたくさんしてますね。はい、はい、あのいろんな業界の、そうですね、はい、あの今ちょうどミュージカルのね、ベルベルランデブーっていうあのシアタークリエイティブミュージカルの歌唱指導とかもさせていただいて、はい、したりとかしてるんですけど、あのミュージカルに自分が出演したりするあのメンバーもいまして、最近情報解禁になったんですけれども、次の春ですね、上演されることに、はい、なっております。レッドという作品にうちのソウルマティックスから2名出演が決まりまして、なんと今日はその2名来てくれています。はい、カイ君とカナちゃんです。はい、でこの2人はあのそのミュージカルのテーマの曲ですね、もう一番あのテーマになっている曲 の, あのソリストをあのするんですけど、じゃあ今日はそこで曲ってやりたいところなんですけど、まだ本番もやってませんので、ちょっとそこはまたぜひ応援しにあの機会があれば来ていただければと思います。よろしくお願いします。そして私たちはあの教える仕事もさせていただいているんですけれども、今日はあのこの仙台で私たちこの2人であの教えさせていただいている仙台スクールオブミュージック専門学校の私たちの教え子も、何名か一緒に歌わせていただいています。はい、ありがとう、拍手もありがとうございます。はい、ということで、寒くなっていますので、はい、皆さんの心がね少しでも温まるように、その温かさが、今日終わっても続くようにと思って歌わせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ次の曲ね、カイ君が歌ってくれるんだね。はい、はい、あります。はい、
次に歌わせていただく曲は恵みの場所といいまして、先ほどちょっとご紹介いただいたんですが、僕たちの代表の池瀬慎という、代表がいるんですけれども、その池瀬慎が書いたオリジナル曲になります。この曲のテーマはですね、聖書にある放蕩息子という、お話の中から、インスパイアされて作られた曲なんですけれども、あなたにどんなことがあっても、あなたが何をしても私はあなたのそばにいるよ、両手を広げて待ってるよ、そんな温かいメッセージが込められた曲になります。それでは聴いてください。恵みの場所。
はい、では続いてお届けする曲もいいですか、見ちゃって、はい、はい、ありがとうございます。では、続いてお届けする曲はですね、詩編23編という、吉脇は僕も違う、じゃあ次の曲、はい、はい、いいですか、はい、じゃあそのまますいません、言ってください、ごめんなさい失礼しました。続いての曲もオリジナルの曲なんですが、吉脇の一生の曲を書いております。皆さん一緒にクラブで
はい、ありがとうございます。次こそ、そうなんです、はい、詩編23編をお送りしたいと思います。はい、ですね、この詩編23編というのはこれも聖書に出てくる、お話の一つなんですけれども、ですね、今からこの詩編23編のリードボーカルを務めるキム・ゴンヒョン君という、方がいるんですけれども、はい、留学生でそのまんま、ソウルマティクスに入りまして、でプロとして今活躍しておりますので、ぜひ応援していただければなと思うんですけれども、最近ね、イテオンの、事故であったりとか、もう200名以上が亡くなりましたね。であと戦争であったりとか、本当にたくさん悲しいニュースが世の中にあるんですけれども、この詩編というのは聖書の中でもその不安だったりとか悲しみとかを表現する、ものが多いそうなんですけれども、この23編だけは幸福と満足感に満たされている、お話だそうです。なので、そんな悲しいニュースが街中にあったとしても、この前向きなメッセージを皆さんで思い出して、一緒に、希望を持って生きていこう、そんな、曲になっております。それでは聴いてください、詩編23編。私は今弱く、私は恐れ、私は涙する、暗い闇の中、
ありがとうございました。改めて大きな大きな拍手をお送りください。 The Soul Boutiques。 じゃあこのままサハル先生撮ったわけで撮っていただいてお話を伺いたい。あ、カイ先生もありがとうございます。久しぶりの仙台ゴスペルフェスティバル、はい、そうです、ね、しかもフィナーレステージ、はい、いかがでしたでしょうか。もうなんか本当に久しぶりにこうやって、ね、あの仙台で12、3年ぶりぐらいですか。本当にですよ、ね、もう多分ちょっと記憶がないぐらい前昔に他でちょっとお仕事ご一緒させていただいて、はい、そうなんですけど、はい、まっすぐ ね、まだねメッセージも伝えたかったので、はい、本当にあの日本語の曲、言葉、そして聖書で、はい、本当にですね、会場の皆さんにもたくさんのですね、あのソウルマティクス、そしてあの池末先生の思いが届いたと思います。最後にですね、あのサール先生と解説で一言ずつ会場の皆さんにメッセージをお願いします。はい、本当に仙台って寒くて、私あの毎週来るんですけどあの本当に寒くて、で寒いとですね、気持ちが落ち込んだりとかしやすいですよね。こういう時期ってなんか一人だなって孤独を感じたり寂しさとか感じやすいあの季節だと思うんですけど、本当にこう顔を上げて見回してみるとたくさんあの人がいる、あの助けてくれる人がいるということをぜひ忘れないでほしいのと、そんな音楽なんでゴスペルは、なのでなんかそういう気持ちになった時はぜひ聴いてほしいなと思います。ゴスペル、はい、寄り添ってくれる音楽ですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ解説して最後に一言お願いします、はい、ありがとうございます。もう本当に最後に MC をさせていただいた通りでして、本当にこう苦しみの中でも前向きなメッセージであったりとか悲しいニュースがたくさんあっても、だからこそなんかこう一日の大切さだったりとか隣にいる人の温かさだったりとか、なんかそんなものに気づけるということもあるんじゃないかなと思います。なんであのなんかそういった毎日感謝して、はい、あの生きていけたらなと思いますし、それを皆さんと分かち合えたら嬉しいなと思います。はい、本当にありがとうございました。ザ・ソウルマティックスからサハル先生、そして甲斐先生、お話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。